皆さんこんにちは。町田市民病院産婦人科の長尾満です。皆さんは子宮頸がんについてどのようなことをご存知でしょうか。今回の動画では子宮頸がんについて、特に検診の役割についてご説明したいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。子宮頸がんは子宮に発生するがんの一つです。子宮は妊娠が成立する期間ですが、赤ちゃんを養い育てる子宮体部と赤ちゃんが生まれるときに開いて通り道になる子宮頸部の2つの部位に分かれます。おのおのにがんは発生しますが、子宮体部にできるがんが子宮体がん、通り道である子宮頸部にできるがんが子宮頸がんです。一見発生する場所が違うだけに見えますが、その発生原因や進行の仕方などは全く異なります。まずがん全体の年齢別罹患率のデータをお示しします。男女とも50歳代頃から増加し、高齢になるほど高くなっています。30歳代後半から40歳代で女性が男性よりやや高く、60歳代以降では男性が女性より顕著に高くなっています。2019年の統計では子宮頸がんと子宮体がんを合わせた子宮がんの罹患数は女性のがんの第5位を占めます。子宮頸がんは日本全国で1年間に約1万1000人が診断されています。近年特に20歳代から30歳代の罹患が多くなっていることからも、若い女性の方に検診を受けていただくことが重要です。早期の子宮頸がんではほとんど自覚症状はありません。進行するにつれて月経中でない時や性交時の出血、匂いを伴う濃い茶色や膿のような織物、水っぽい織物や粘液がたくさん出るなどの症状が見られることがあります。がんが子宮の外に広がると多量の出血、骨盤や下腹部、腰の痛み、尿や便に血が混じる、下肢のむくみなどの症状が出ることもあります。不正出血は良性の病気で見られることもありますが、そもそもその出血が不正出血かどうかご自身では分かりません。これまでになかった出血に気がついたら、自己判断をせずに婦人科の専門医に相談することが大切です。しかし何よりも大切なのは、自覚症状のない段階で早期発見することで、そのために定期的な検診が用意されているのです。子宮頸がんは子宮頸部の細胞にヒトパピローマウイルス HPV が感染することで起こります。このウイルスは珍しいものではなく、皮膚や粘膜に存在するありふれたウイルスで、性交渉などで感染するため、大抵の女性が一生に一度は感染すると言われています。多くの場合は自然に排除されますが、がんになりやすいタイプの HPV が感染し、異形成と呼ばれる前がん病変を経てがんへと進行していきます。なお、感染からがんになるまで5年から数十年かかると言われています。子宮頸がん検診ではこの前がん病変も発見することができます。子宮頸がんを予防するには HPV ワクチン接種と検診の2つがあります。HPV ワクチンは HPV の感染を防ぐことで、子宮頸部の細胞が異形成へ進行するのを予防する効果が期待できます。ただし、ワクチン接種で 100% 防げるというわけではありません。これをすり抜けてくる変化を子宮頸がん検診を定期的に受けることで、いち早く発見し、がんになる前の状態で発見することが望まれます。子宮頸がん検診では問診と細胞診を行います。問診では答えづらい質問があっても正直に答えましょう。
医師や看護師と話した内容が外へ漏れることはありません。その他触診で調べたり子宮頸部の細胞を採取する処置を行います。細胞の採取はすぐに終わりますが、細胞診の結果が出るまでには 1,2 週間かかります。結果で異常があった場合は必ず精密検査を受診してください。なお妊娠中または生理期間中の方でも受診可能ですが、気になる方は事前に医療機関に相談して指示を仰いでください。HPV ワクチンは、ワクチン接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が特異的に見られたことから、2013年10月以降、積極的勧奨が差し控えられていました。しかし、ワクチンの安全性について特段の懸念が認められず、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが確認されたため、2022年4月から、積極的勧奨の再開となりました。 HPV ワクチンは小学校6年から高校1年までの間に3回の公費接種が可能です。その期間に3回の接種を終えていない方でも、1997年4月2日以降生まれの方であれば、2025年3月末まで公費で接種することができます。詳しくは町田市の保健所保健予防課、保健予防係までお問い合わせください。次に検診についてお話しします。検診を受けられない方の理由として、特に異常がないから大丈夫とおっしゃられる方がいるようですが、早期の子宮頸がんは自覚症状がなく、ご自身で異常に気がつくことはありません。がん検診は症状のない方のための検査です。がんを早期に発見し、適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減少させることを目的としています。子宮頸がんは、若い人に多いがんであるにもかかわらず、特に20歳代の方の検診受診率は十分とは言えません。婦人科の診察は抵抗感があるとは思いますが、将来妊娠・出産の可能性を失わないためにも、積極的な検診を進めたいと思います。子宮頸がん検診は20歳になったら2年に1回受診する検診です。町田市では20歳以上で偶数年齢の女性を対象に子宮頸がん検診を実施しています。職場等でがん検診を受けられない方は市が実施する検診を受けることができます。なお偶数年齢の時に検診の機会を逃した方は特例措置の申請により受けることができます。詳しくは町田市のホームページをご確認ください。いかがだったでしょうか。子宮頸がんは HPV ワクチン接種と定期的な検診でほとんど予防できるがんです。子宮頸がん検診はがんを見つけることだけではなく、全がん状態で異常を発見することを目的としています。特に気になる症状や心当たりがなくても、20歳になったら2年に1回は受けることが推奨されています。婦人科の検診はなかなか受けづらい検査だと思いますが、将来の健康を守るために HPV ワクチンの接種に関わらず定期的な検診をぜひ受けていただきたいと思います。予防できるがんによって自分の夢、やりたいこと、思い描く未来を諦めてほしくないと思います。